はい、情熱指導家マイピーです。前回ですね、公式のテニスボールを使って反応力と、俊敏性を高めようということで、テーマでお届けしました。で、今日はその続き第2弾ということで、前回ボールに対応するスピード、投げる位置、によって全然変わってくるよっていうところでお伝えしたと思うんですけど、今回ですね、まあ、ちょっとそこに遊び心を加えて、これ分かります？こうぐるーっと円状になってるんですよね。円柱か柱ですね。こう丸くなってます。で、普通ですね、こういう面に当てるとこうやって当たり前に返ってきますね。ボールが当たり前に返ってきますね。当たり前に投げた位置に返ってくるんですけど、ボールが面になっちゃうと、ちょっとずれるとボールがまっすぐではなくて、ボールが当たった位置から斜めに行ったりしますので、手をただボールが返ってくるときに若干動かすだけじゃなくて、ボールがどこに当たったか、どの位置に当たったかによって微妙に変化してきますので、その変化に自分もついていかなければいけません。ただその戻ってくるこの大体の位置が察知するだけではなくて、こうボールがどこに当たった、じゃあこっちに来るかもしれないっていう自分の予測だったりとか、こっちに当たったからこっちに来るかもしれないっていう予測だったりとか、その予測に対して結果がどうだったのかっていう、その体の反応ですね。で、もう一つは、今ここにその円柱の元にですね、柱、椅子があるんですね。じゃあこの椅子にこうやって当てることによって、今ボールの動き見てもらったと思うんですけど、僕が意図したところはここに当てて、ここに当たってこう戻ってくる、ここに当たってここに当たってこういうふうに戻ってくるっていうふうに自分が予測を立ててたので、ここに当たってここに当たってこう戻ってくるっていうのを予測してたので、ここでキャッチするっていう自分の予測に対して反応ができるわけなんですね。でもボールがちょっと例えばここの溝の部分にちょっとボールが当たって動きが変化した場合で、先ほどのボールは当たってここに当たったんですね。このちょうど段差の部分ですね。この段差の部分に当たって、僕が予測したボールにこういう動きに対してこういうふうに当たってしまって、で下の方にボールが行ってしまったっていう、それに対して自分が反応できずに、まず自分が取った行動は落ちたボールに対して体勢を低くして取ろうとした。でもこの椅子の下を転がっていったので、こういうふうにちょっと中腰の状態で追っかけながらここでボールをキャッチしたっていう過程ですね、流れですね。なので単なるボールを投げて反応に対応する、そこに素早く対応するだけじゃなくて、自分が予想外、予測したこととは違った動きをボールにした場合、自分がどういうふうに反応するのか、それに対してもどう素早く反応するのか、それともただゆっくりと追っかけていくのかによっても、自分の能力を高める動きになるかどうかって変わってきますので、そういったところでね、ただボールを平面に当てるだけじゃなく、こういう局面に当てて変化に対応する、でボールを投げるにしても、どこにボールを投げるのか、投げたボールがどう移動するのかっていうのも、やっぱり自分がコントロールしてるわけなんで、自分の能力、それも自分の能力ですね。でやっぱりこういうふうに地面が乾いてると普通に帰ってきますけど、今日は雨が降ってるんで地面が濡れてます。こういう水たまりでバウンドさせると、やっぱりボールが水を含んで跳ね返りが弱くなってくるんですね。じゃあそれによって自分の 手の出し方、手を出す位置がまたそれによって変わってきますので、そういったところもその状況に合わせて自分が体を動かしていくっていう能力につながっていきますので、そのね、自分が予測したことに対して、予想外の動きにも自分がどう対応するのかっていうところも一つテーマにやってもらうと、変化に強い、体作りにもなっていきますので、ぜひチャレンジしてみてください。ということで今日も、第2弾お伝えしました。ありがとうございます。